い、皆さん、ワッツアワッパー翔太でございます。皆さん、モンゴルといえば遊牧民。世界一人口密度の低い国、1平方キロメートルあたり約2人しか住んでないこの広大なモンゴルにですね、遊牧民が滞在しているということで、まあ、現在はですね、人口の約3分の2は首都ウランバートルに滞在してて、まあ、人口の 12% ほどしかガチな遊牧民は残ってないということらしいんですけど、まあ、今回はですね、そのガチな遊牧民を訪れてみて、どんな生活をしているのっていうのをですね、皆さんにもシェアできたらなと思います。ということで、バモノス、楽しみやな。はい、ということで今回ガイドしてくれる、 What's your name? エルサ。エルサ、エルサ、ナイスとミーチュー。ナイスとミーチューとそう、ドライバー、 My name is Buggy。 Buggy? Yes。 ナイスとミーチュー。ナイスとミーチュー。次だろ。はい、いや、皆さん、道が悪いっていうもんじゃないです。もうハイキングロード、登山道をこう運転してるみたいな感じです。で、乗ってるだけでもうなんかムチ打ちになりそうなぐらいの衝撃です。どこだな、水使っちゃってますからね。ああ、うわ、うわ、I need a lock。 Are you gonna put the lock? Oh, you can lock it there。 Yes。 Oh, that's easy。 Yes。まあ、まだまだ道は長いですけど、頑張っていきます。出発した町から車に揺られて、なんと11時間長旅を得てたどり着いたのは、はい、ということで皆さん、ついにやってまいりました。ここがですね、リアルノマティックファミリーが住んでる家でございます。めっちゃ長時間のドライブでございました。ということで、どんな感じかなっていうのを皆さんシェアしたいなと思います。So here is a nomadic people's house. Yeah. Wow, that's your gear. It's a gear. Yeah. Wow, wow, it's what amazing place, eh? Yeah. There's nowhere, nothing. That's a lake. Yeah, just next to a lake. Wow. Okay, let's go inside. Hello. Hello, hello, hello. How are you? Wow. I have to go this way or this way? Left way.Left way. Yeah, in this the gate we have two sides. Okay. For owners and for visitors. Okay. We only have to go this way. This way only. Yeah. This way. Yeah. Okay. And then, 早速入ったらですね、これミルクティーをいただきました。これミルクティーね。Yeah. Yeah. Okay. Oh, that's really good. So when you enter, you always get the milk tea. Yeah, milk tea and some bread or cheese. Bread and cheese. Yeah. That's like Mongolian style. Hospitality. Oh, I see. So they are the house owner. Brothers and sisters. Ah, brother and sisters. What's her name? Oyo. Oyo. Shota. Nice to meet you. Oyo. そう、皆さん、ここはですね、4人住んでるみたいです。彼女と彼女の旦那さん、今彼女の旦那さんは今いないみたいなんですけど、あと子供2人。 It's there's nothing empty. What's going on this one here? Because they're nomadic family. Okay. It's always be ready to be move on, you know. Okay. Yeah. Are you sure? Yeah. There's nothing. It's a minimalist life, right? Yeah. Wow.はい、皆さんに外側を紹介します。外側はですね、ここに一つゲルがあって、であっち側にですね、ホースのゲージがあって、で向こう側に彼女の親戚の小屋があるって感じらしいです。で、まあ、彼女はですね、このゲルで、遊牧生活してるみたいです。でこの広大な土地すべてが彼女 の牧場というか遊牧してる、場所らしくて、まあ、羊、あとヤク、ヤギ、あと馬を放牧して飼ってるみたいです。まあでも見てください、これがですね、僕が描いてたモンゴルでございます。草原の中にいる家畜たちでございます。いやー、モンゴルっぽいな。
で聞いた話によるとモンゴルはですねめちゃめちゃ雨の量が少なくて乾燥してる地域なんで野菜とか果物がめちゃめちゃ育ちにくいみたいです。なんで生きる手段として、家畜とともに遊牧しながら生活してるみたいで、でなんで遊牧するのかってちょっと聞いてみたらですね、あの家畜がですね一箇所にずっと滞在してるとその辺の草を全部食べ尽くしてしまうんで、まあ基本年に4回遊牧しながら生活してるみたいなんですけど、まあこの家族はですね2ヶ月に1回遊牧しながら、家畜とともに生活してるみたいです。はい、モンゴルはですね夏の最高気温が40度で冬の最低気温はマイナス40度までに下がるという寒暖の差が激しい気候で、まあそのためこの家族はですね冬になる前にここから60キロ離れた山のふもとへ家畜たちと共に移動し、まあ、風の当たらない場所で冬季を過ごすという遊牧生活をされてるみたいです。 How they do electricity and then water? No electricity. Not electricityああ、そうだ、サムダニス。What about water? ああ、レイクウォーター、they use. They can drink. マジ？おお。はい、皆さん、ちなみにモンゴルのトイレはこんな感じです。ノマティックライフのトイレは、穴掘ってもそこに住むだけみたいな感じです。すごいな、このトイレもなかなかやぞ。あと、あとに行くとこ。そう、ついて速攻なんですけど、父親の時間みたいです。ということで、うまく牛の乳を今から取るみたいです。マユルさん、馬の乳ってあんな出るねん。こっち行けやな。You guys drink horse milk? Yeah. Wow. But in fermented way. Here it's like a beer, but beer. Yeah. Wow. Made by milk, you know. Okay, it's got alcohol. Yeah. You're gonna taste it there. Wow. Yeah. Horse milk. She was saying something, right? Yeah. What is that? She's calming the horse. Calming. Yeah. Calm down. Ah, yeah. Okay. So they milk the horses 2 times a day, yeah. Every 2 hours. So you do now, and then 2 hours later. Two hours later. And they finish. Yeah. Ah, I see. ということで、馬乳酒と呼ばれるモンゴル独自のお酒を味見させてもらいます。Oh, it's so sour. Yeah. It's completely different than the milk tea. Yeah. Oh, 匂いはですね、めちゃめちゃ皆さん酸っぱい感じで、酸味がある感じ。で飲んだ感じもツーンとすごい酸っぱい酸味が広がるって感じ。ミルクっていう感じは全然ないです。いや、遊牧民はもうすぐ行動するからもうわからないですわ。お酒飲んでたら急に今から馬捕まえに行くでって言い出して、で野生の馬を捕まえて調教するみたいで、いやそんなことできるのと思うんですけど、まあちょっと見てみたいなと思います。これが野生の馬らしいです。こうやってバイクと後ろねおるじゃないですか。これで連携してるみたいです。すごいな。おお、まあここではこうやって檻に入れてから紐かけるみたいです。僕はついてっきり今乗りながら紐をワーンするんかなと思ってたら檻の中に入れるみたいです。あんまね、お、ひがてる。すごいな。皆さん、馬乗馬するんでこうやってできてたんですね。めっちゃ大変そうですよ。初め馬調教するの。馬もやっぱり生きようと必死なんで逃げないし、めちゃめちゃ大変そうやな。How many times he has to do this one?자이리들어서온지야온순하시셨다정말오오맞다맞다맞다 So 馬をですね調教するのは男だけみたいです。女はしないみたいです。 And the female what they do? For the milking only. Oh, I see. It looks so tough. Wow, the man that has to be very young man can doSo much energy, no? Yeah, it's gonna blow if you are old, you know? Yeah.
I have one question. What they do for animals? So they have so many animals. What they do? They are awesome. Not a lot. With every animal, it's different. For the sheep, they can cut their coat. For the goat's hair, they can comb it. They're gonna comb the hair, and that's very expensive. The goat hair? Is yeah, I think better. 1 kilo is 150,000. Oh wow. Okay, what about the yak? Yeah, for the milk, and they can comb the hair. Oh, also on the hair also. Yeah, but that's not too expensive. So which one they make the most money? It's a goat. Yeah, goat. Goat? Yeah. Oh. So they sell it to the UB or something, like some big city? No, they can sell it in the village. In the village, they sell it. Oh. So, 今から夜ご飯ってことで。タミネトガフチャイ増えてて。マトンズ。モンゴルには冷蔵庫がないらしいので、この家族はこうやって余った肉とかをドライにするみたいです。そうすることによって肉を保存できるみたいです。こんな感じで料理する。すごいですね。この釜はですね、150年前の釜みたいです。はい、今日の夜ご飯はモンゴルのファーストフードらしい。もう簡単お手頃モンゴル風焼きそばパスタみたいな。そう、昔はですね、モンゴルでは赤い食べ物、白い食べ物ってあって、なんか白い食べ物は夏場牛乳とかチーズとかで、赤い食べ物は肉、冬に食べるみたいな感じらしいんですけど、まあ、現代の社会では、まあ、みんな赤い食用と、まあ、白い植物関係なく食べるみたいです。まあ、夏でも肉がっつり食べるし、ほぼ毎日食べるしみたいな感じらしいです。夏、Thank you。皆さん、肉の質がほんまに美味しいです。なんか UB で食べたレストランの味とは全然違う感じで、さすがファームの食べ物ですね。めっちゃ美味しいわ。皆さん、夜ご飯食べた後も大変ですよ、ノマティックライフは。夜ご飯食べた後も牛の乳搾りでございます。毎朝と毎晩するみたいです、2回で。こんな感じですね、夕方になると家畜されてる、動物たちはですね、家のところまで帰ってくるみたいです。まあ日中はですね、めちゃめちゃ遠いところで、草求めていくみたいなんですけど、夜になると自分の家が分かってるらしくて、みんな帰ってくるみたいです。すごいな動物ってマジすごいな。夜はですね、こんな感じで羊たちはゲートの中に入れられるみたいです。それはなぜかというと、なんか狼がですね出るみたいなので、夜はですねこうやってケージに入れておくと安全みたいです。はい、ということで現在なんですけれども、もう10時半でございます。モンゴルは日が暮れるのが遅いんで、夏はですね今から寝ようかなと思うんですけど、なんかシャワーどうしていいんですかって聞いたらですね、モンゴル人はシャワー基本誰もいない時に浴槽にお湯を入れて、で、なんですかね、お風呂はバス入るらしいんですけど、まあ、今日はいっぱい人がいるっていうことで、残念ながらシャワー浴びれませんが、はい、こんばんはです。結構疲れました。長旅だったんで、今日ですね、寝て明日一日またノマティックのライフを、皆さんにシェアできたらなと思うんで、楽しみにしとってくださいということで、アディオス。皆さんおはようございます。現在朝の6時半、朝の5時からですね乳搾り、して現在こんな感じでミルクティー飲んでます。めちゃめちゃ暖かいです。で、昨日の夜はこれ夏用のゲルなんですけど、そんなに寒くなかったです。まあ、火焚いて、寝たんで結構中がぬくかって、まあ、夜は結構風が強かったんですけど、ぐっすり眠れました。今日も一日ノマティックライフを皆さんにシェアしたいなと思います。今日はですね、モンゴリアンスタイルのバーベキューをなんか特別に招待してくれるみたいで、今羊とヤギを捕まえてるところです。ルクソーデジカこれ毎日するんか、毎日こうやって
ヤギと羊を放して、でまた夜になったら入るって感じだね。で、今からするのが、なんかモンゴリアンスタイルのボートクっていうあの調理方法があるみたいです。それが、まあ、昔からあのノマティックの人たちが伝統的に食べてたあのやり方みたいです。それをちょっと今回見せていただきたいなと思います。動物を解体する際、モンゴルにはですね、大地を血で染めてはならないという教えがあるみたいで、喉を切って殺してはいけないとされているそうです。まあそのため動物の心臓を掴んで息の根を止め、血が出ないように丁寧に解体が進められていきます。まあ、 あの今回もですね、あの解体見させてもらったんですけど、まあいろんなところで僕見てきて、初めはなんていうんですかね、うお気持ち悪いって、なったんですけど、今なんかこういう解体見ててもなんかうえっていう気持ちにならないです。あ、逆になんていうんですかね、人間とか生き物が食べた食べ物ってこういう段階を得て下のプピーちゃんになっていってるんだなっていうのがすごい興味深く見れるって感じです。で、めちゃめちゃ人間のお腹ってめちゃめちゃ大事なんだなって、こう食べ物を食べてエネルギー得て、それから分解する場所ってすごい大切なんだなって、なんか改めて今回また見て思いますね、うん。はい、ということで皆さんお疲れさんです。もうみんな今昼間からビール飲んでるんですけど、見てください、ビール飲んでるこの景色。彼らはヤギをさばいて、で後ろ大自然でございます、広大な。なんかめちゃめちゃ面白いですよね。ヤギは草原を食べて、で育って、でその育ったヤギを人間が食べて、で人間がまた自然に帰っていくってい う, こうナチュラルシステムみたいなのがもう目の前で見れてるって感じで、こう飲みながらね、まあ、人によってはこの光景めちゃめちゃむごいえぐいなっていう方おられると思うんですけど、モンゴル人にとってはこう自分たちが食べるものとかどこからどう来たかっていうのは分からない方が良くないっていう考え方なんです。現在ですね、ヤギがですね、もう一匹のヤギが今回の食料になるということで、毛皮をね、この肉から取り外してるって感じなんですけど、皆さん毛皮を着ている人、元はこっから着てますよ、毛皮コート、こんな感じです。でもこういうプロセスを見る方が、なんですかね、こう食べ物だけじゃなくていろんなことに対してのなんかマインドセット的なのがすごい変わるんじゃないかなって、今こうお酒飲みながら一人で頭の中でぼやいております。どうですか皆さん、よかったらコメントください。僕だけの、思い過ごしかもしれないですけど、そんな伝統的な生活をしている遊牧民ですが、まあ、現在存続の危機に陥っているそうです。で最近ですね、モンゴルはですね、まあ、どん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 この広大な自然、草原がですね砂漠化していってるみたいで、まあ、その理由がいくつかあるみたいなんですけど、まず一つはなんかこの草原の下に永久凍土っていう複数年かけて作られたなんか氷凍った土壌みたいなのがあるみたいなんです。それがかなり重要で、それがあることによってモンゴルめちゃめちゃ雨少ないんですけど、雨が降っても地表にですね水が溜まって豊かな草原が育つみたいなんですけど、最近地球温暖化の影響でその永久凍土がどん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 溶けていって、雨が降ってもその永久凍土がないからどん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 地面にですね水が吸い取られてしまって、この、 地表がですね、乾燥して砂漠化していってるみたいです。でもう一つの理由にですね、家畜が多すぎる、家畜があまりにも多すぎてどん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 草を食べてもて、砂漠化していってるっていう理由があるみたいで、でまあ政府はですね家畜1匹に対して、まあ、税金を取るような対策したみたいなんですけど、まあそれがですねかなりノマティックファミリーにとっては痛手っていうことで、もう現在どん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 、若い世代はノマティックライフから、遠ぞいて、現在 12% しかノマティックライフをする人はモンゴルにはいないらしいです。なんで、まあ、今日聞いた話によると、あと10年後15年後にはもうノマティックファミリーはモンゴルでは見られないんじゃないかなっていう話もしてました。 So how you feel in the Mongolia is getting modern lives and then disappearing like old tradition life? I feel really sadThat's our culture, that's our tradition. Yeah. People and tourists come here to see that. But it's quite sad that it's getting more modern. Modern. Yeah. Yeah, I think government should take care of the nomads, I guess. Yeah. If not, it's going to be so difficult.
今回半年7ヶ月かいろんな場所行ったんですけど、ほとんどのところでもう都市化が進んでいって、本来あった伝統とかね、あの文化が途絶えていってるんだなって、なんか今回旅してみて改めて感じますね。なんで、今もなお残ってるモンゴルの伝統的な、生活が見れてよかったなって感じです。ボートックはですね、地域によって作り方が異なってるみたいで、まあ、ここモンゴル北部ではミルク缶の中に羊の肉と熱した石を入れて、まあ、調理するやり方が主流だそうです。おお、And they put the vegetables and the meat. And the hot stones. Hot stones. Yeah, Why do you put the hot stones? To be heated from the inside. It's important. Yeah, because the pot is so big. Okay. And the hot stone is very good for our health. Oh. Yeah. Oh, it's okay. Do it. That's the stones, right? Yeah.Everyone doing like that. Good for health. Massage, めっちゃ楽しい。Good for stress and tired. Stress relieving. Wow. Yeah. Okay. Good. It's hot.胃袋の中には血が入ってるみたいです。キッニーブローで、キッニーキッニーリバーリバーいや、This is the 内臓セットでございます。まあ、みんな食べてるのは塩と食べる感じです。まあ、これ茹でただけなんですけど、ではいただきます。 OK, I will try it hot first. Hot, right? Yeah, okay. Hot.なかなか思ってたより美味しいです、皆さん。It's delicious. Yes. 生臭さとか、臭みっていうのが一切ない。がっつり肉食ですね、やっぱりモンゴルは。みんなですね、こんな感じで肉食についてるって感じです。すごい分解の。一番人気は、これらしい。これがですね、羊の尻尾らしくて、油食べてるみたいなんですけど、これが一番美味しいって言われてるみたいです。こんな感じでパンと一緒に食べるみたいです。でパンと一緒に食べるんですけど、この尻尾の部分の脂の部分は多分日本人からってちょっと脂っこいなって感じです。なんかあの焼肉でなんか脂をこう下に引くじゃないですか、そんな感じの脂分です。でこれを3回食べろっていう、3回食べる美味しさがわからんらしいです。まだ聞いてしようんだろう。今日朝の10時ぐらいからして今もう4時か5時ぐらいなんで、ものすごい料理に時間かかってるなって感じです。まあ、それだけ料理に時間かかった分味が染みててめちゃくちゃ美味しいです。しかもまあちょっと言い方悪いんですけど、やりたての後なんで全然テイストが違います。Nature, like a disaster, like a rain. I don't know what's gonna happen with the tomorrow. Nature. Okay. So why they keep going on a nomadic life? For example, only 20% of people are doing a nomadic life in Mongolia, but they're still doing that. That's how the parents, grandparents. Oh, okay. So they should continue this kind of life. Oh, I see. Yeah. And then they want their kids to continue, or it's okay? Yeah. 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 Yeah.Мөрин
環境問題と都市化によってモンゴルで失われつつある遊牧民生活。厳しい環境の中、家畜と共に暮らす彼らの生活は、まあ、人間と自然のつながりを肌で体感できる、まあ、これからも伝承すべき素晴らしい文化だと僕は感じました。いやー、皆さん、モンゴル広大な自然、いやー、未だにこんなに広大な自然があるのかとまだ信じられないんですけど、フラットすぎて雲がめちゃめちゃ綺麗ですよ。もう雲見とくだけで時間が過ぎていくっていう感じです。まあ今回2泊3日ね、ここに滞在したんですけど、もう自然と、なんか無で、なんか自然と一体ができたような感じで、なんか時間だけがパンパンパンとなんか過ぎていったような感じです。いやー、すごいな。皆さんにはぜひこのモンゴルの自然ね、見てほしいです。生で。で、まあこれからですね、まだまだモンゴル編続くんでね、皆さん楽しみにしとってください。てな感じで、アディオス皆さん。夕日とともに皆さん、アディオス、モンゴルの草原からでございます。